国立女性美術館は女性アーティストの作品のみを所蔵を展示する世界唯一の大規模な美術館であり、1981年に美術品収集家のウィルヘルミナ・ホラデイによりワシントン DC に設立され、1987年に開館した。米国内外の女性アーティスト1000人以上の作品5000点以上を所蔵し、常設展のほか、 年に数回特別展を行っている。建物は1903年にネオルネスサンス様式のフリーメイソン寺院として建てられ、1987年にアメリカ合衆国国家歴史登録財として登録された。ミルヘルミナ・ホラデイは不動産開発業者の夫、ウォレス・ホラデイと共に1960年代に美術品の収集を始めた。きっかけは、 欧州旅行で、フランドルの女性画家、クララ・ペーテルスの作品に出会ったことであった。帰国後、ペーテルスについて調べてみたが、情報が得られなかった。さらに他の女性画家についても調査を行ったところ、忘れ去られた画家や、これまで評価されてこなかった画家があまりにも多いことに気づき、またこの理由により、作品を安価に入手できたため、収集を始めた。 60年代に収集した作品は500点に上り、1970年代に当時全米芸術基金の会長であった美術史家ナンシー・ハンクスに美術館を設立するよう勧められた。1981年に国立女性美術館を設立。以後6年間にわたって2000万ドル以上の資金を調達した。さらに収集を続け、やがて、 ジョージタウンの自宅に収集した作品を一般公開するようになった。1983年、ホワイトハウスに近いニューヨークアベニューの古いフリーメイソン寺院を買い取る話が持ち上がった。かつてスラム街があったところで、ホラデーは長らくためらっていたが、夫の励ましを受け、1500万ドルを投じて購入、および回収することにした。美術館の開館をめぐっては、 保守派からはフェミニストだと批判され、フェミニストからは権威主義的だと批判されるなど論争を呼んだが、フェミニズムアート運動を牽引するジュディシカゴから作品の貸し出しを受け、1987年に開館した。美術評論家のローバート・ヒューズからは女性アーティストをゲット化する美術館であり、1987年の女性が抑圧された。 芸術家階級であるかのような戯言とは時代遅れであり、ゾッとするほどセンチメンタルな金の無駄遣いだと国評されたが2008年に館長に就任したスーザン・フィッシャー・スターリングは現状を覆すような提案をするとみんな腹を立てるのだという。建物は1903年に建築家は D ・バトラーウッドにより、 フリーメイソン寺院として設計されたネオルネッサンス様式の建物であり、1987年にアメリカ合衆国国家歴史登録財として登録された。敷地面積7322平方メートル、16世紀から現代までの米国内外の女性アーティスト1000人以上の作品5000点以上を所蔵し、5階建ての建物の1階、12階、3階が 常設展示、コレクションハイライトに当てられ、2階で特別展が開催される。4階は図書館、研究センター、5階はレンタルスペースで、中2階にはカフェもある。また、4階の一角には、シモーヌド・ボーボワールの書斎からと題するインスタレーションがある。美術館1階中2階の展示室は16世紀から20世紀までの女性画家が女性を描いた。 肖像画に焦点を当てている。欧米の芸術アカデミーでまだ女性の入学が許可されなかった時代男性ら体像を描く機会が与えられなかった女性画家は最も権威ある歴史画や宗教画に従事できず主に肖像画や生物画を描いていた。この展示室はこうした時代的制約を受け十分に評価されなかった女性画家を再発見する機会を提供している。 一方、他の常設室は、男性の歴史、物語に対する女性の歴史、物語ファーストリー、身体表現に焦点を当てた、ボディーランゲージ、日常生活をテーマとする、家事、自然にインスピレーションを得た作品を展示する、ナチュラルウーマン、などのテーマ別に近現代の作品を組み合わせて、紹介し、男性主導の表彰の歴史を批判的に検証している。 国立女性美術館公式ウェブサイトのアーティストプロファイルでは、各アーティストに関する詳しい情報と所蔵作品を紹介している。重要な所蔵品として紹介されるものに、絵画では、エリザベート・ルイーズ・ィジェルブランの、ベロゼルスキー王女の肖像、メアリー・カサットの入浴、フリーダ・カーロのレオン・トロツキーに捧げる、自画像、ローザ・ボヌールの海辺の羊、 クララペーテルスのテーブルの上のユリ、バラ、アイリス、パンジー、オダマキ、クロタネソウ、ヒエンソウ、その他の花を刺した花瓶、一輪のバラ、一輪のカーネーションと、魚と猫の生物が、シュザンヌバーラドンの髪を整えるラフと、打ち捨てられた人形、彫刻では、サラベルナールの嵐の後、チャカイ・アブッカーのサンセイウ、マグダレーナアバカノビッチの四体の座像、 リンダ・ベングリスのエリダノス、ルイーズ・ブルジョワの黒と青の歌、ルイーズ・ネベルソンの白い柱、写真ではガートルード・ケイゼビアのマグサオケ、ルイーズ・ダール・オルフのパリでディオールのスーツを着てプードルの散歩をさせるモデル、ローラ・アルバレス・ブラボの世代から世代へがある。その他の主なアーティストとしてエリザベス・キャトレット、ジュディ・シカゴ、カミーユ・ユクローデル。 ルイーザ・コートールド、ペタコイン、エレーヌ・デクーニング、レスリー・ディル、ヘレン・フランケン・サーラー、マルグリット・ジェラール、ナン・ゴールディン、ナンシー・グレーブス、グレース・ハーティガン、アンゲリカ・カウフマン、ケイテ・コルビッツ、リー・クラズナー、ジャスティン・カーランド、マリー・ローランサン、ユディト・レーステル、マリア・マルティネス、マリア・ジビー・ラ・メイリアン、ジョアン・ミッチェル、ガブリエレ・ミュンター、エリザベス・マレー、アリス・ニール、 リラキャボット・ペリー、ジュアン・クイック・トゥ・シー・スミス、ラフヘル・ライス、エリザベッタ・シラーニ、ジョアン・スナイダー、リリー・マーティン・スペンサー、アルマ・トーマス、ロザルバ・カッリエーラなどの作品を所蔵している。2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年2011年、2010年、2009年、2008年公開講座。 教育者支援活動、図書館、資料館、出版物等による教育活動を行っている。図書館、研究センターの活動の一環として、2004年から2010年にかけて、古今東西の女性アーティスト1万8000人のデータを収録するクララデータベースを構築し、公式ウェブサイトに統合したが、現在移行中である。特別展のカタログのほか、機関紙、 芸術における女性を年3回発行している。2015年に女性の自由のためのシモーヌ・ド・ボーヴォワール賞を受賞した。また、ミルヘルミナ・ホラデーはその芸術講演活動により、2006年にジョージ・ W ・ブッシュ大統領からアメリカ国民芸術勲章を贈られた。ありがとうございます。